グリーンカレッジホールは2009年7月にオープンした東京都板橋区志村にある板橋区の公共施設。施設は4階建てで3、4階部分がグリーンカレッジホール1、2階部分は板橋区立志村ふれあい館となっている。板橋グリーンカレッジの拠点として高齢者の学習支援と地域住民の交流促進を目的として設置された施設。 教室、集会室やホールなどがあり、各種会議、集会、研修会などに利用できる。板橋区 HP より施設としては、以下の利用ができる。1、多目的ルームの利用各種式典、パーティー、講習、展示会、会合、会議、卓球など、多目的な用途に合わせた部屋利用ができる。飲食、アルコールの持ち込も可能。 比較的大きな防音ホールがあり、朝9時より夜9時30分まで通して利用できるため、公共楽団、劇団、ダンスチーム等の練習にも盛んに利用されている。2、イベントへの参加コンサート、語学学習、絵画教室、生活工場、交流事業など、高齢者のみならず、教養をベースとしたグリーンカレッジホール独自のイベントを不定期で行っている。 3. 板橋グリーンカレッジへの入学板橋区が主催する高齢者大学校の学者となっている。グリーンカレッジの開校について高齢者のライフスタイルの変化や多様化する学習意欲に応えるとともに板橋グリーンカレッジ卒業後も継続した学習や地域社会活動へ参画してもらうことを目的として設置されている。毎年1月後半頃板橋区の広報で おおむね60歳以上を対象に入学要項が発表され、合格すると4月から1年間は、教養課程、2年目は、専門課程を学ぶ。2年後に卒業レポートを提出し、卒業が認められると、卒業後は同じく、グリーンカレッジ大学院に進むか、聴講生として、専門課程、不定期の特別講座に学ぶか選ぶことができる。また、 卒業生で結成された、板橋グリーンカレッジ OB 会も、グリーンカレッジホールを中心に、サークル活動、地域貢献事業など、精力的に活動を行っている。3回、利用時間は9時12時、13時17時、17時30分、21時30分の3コマに分かれ、通して利用することもできる。板橋グリーンカレッジ講義のため、利用できない、 時間帯がある。4回、利用時間は9時12時、13時17時、17時30分、21時30分の3コマに分かれ、通して利用することもできる。電子ピアノ、移動式姿見鏡、譜面台は数量に限りがあり、貸し出せない場合がある。ありがとうございます。